江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ボクシングの話題なんですけど、反応がねあったんで、こちらご紹介していきたいと思います。井上尚弥が7回テクニカル KO 勝ちで4団体防衛成功ということで、おめでとうございます。こちらに対する韓国の反応をご紹介していきたいと思います。まずはですね、こちら記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。スーパーバンタム級の王者井上尚弥、日本が TJ ドヘニー、アイルランドに7ラウンド TKO 勝ちを収め、タイトル防衛に成功した。ドヘニーは日本で行われたこれまでの3試合で全て勝利を収め、日本のリングに慣れており、 KO 勝率も 70% 以上という強力なハードパンチャーであったが、井上尚弥には力不足であった。試合序盤、両選手は慎重にスタートしたが、2ラウンドから井上尚弥のボディを狙う攻撃にドヘニーは徐々に押され始めた。ドヘニーも長いリーチを生かして左右のパンチで反撃を試みたが、ミスパンチが多く王者に大きなダメージを与えることはできなかった。5ラウンドからさらに積極的にドヘニーを圧倒した井上尚弥は、6ラウンド終盤にドヘニーの顔面とボディに強力なパンチを浴びせ、ドヘニーを窮地に追い込んだ。そして7ラウンド開始直後、再び顔面とボディに連打を叩き込み、最終的に挑戦者を試合放棄に追い込んだ。この勝利で井上尚弥は28勝25 KO 無敗の記録を更新し続けているが、スーパーバンタム級という階級では今後さらに強力で興行性のある対戦相手を見つけるのが難しいのが残念な状況である。敵なしってことだね。はい、それではですね、こちらに対して韓国の反応があるのでご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、1人目、井上はまた KO 勝利だね。呆れてたね。今回の試合はボディで終わらせたからね。あっけなく終わるよ、かっこ笑い。まともに殴られるの嫌でぎっくり腰になったふりをしているようだけど、クククク。脇腹殴られてから背中の筋肉がねじれたようだ。歩くこともできないね。スーパーバンタム級では敵がいない。一体何をやってるのか、フェザー級じゃなくてブルブル。あいつ強いけど階級上げないなら興味が湧かないよ。そのままフェザー級に行こう。はい、うわ、ボディに当たったのに痛くて歩けないね。ナオヤがすごいのとは別に、あの階級はクソのようだ。いや、このクソ野郎はいつまで同じ奴らとやってるのか。クソ秒針階級らしい秒針エンディングだったよ。そっちのレベルがあれだね。ドヘニー、この野郎はナオヤのエンジンがかかるから家に帰るよ。クククク。賢い野郎、ファイトマネー持って観光して家に帰るよ。ドヘニーはそれでも空気をちょっと読むね。クククク。ナオヤがもう本気モード発動するから空気を読んで。はこれなんでドヘニーを叩くんだ。6ラウンド終盤にあんなにコーナーに追い詰めてサンドバッグを殴るように殴られたら、スーパーバンタムからフェザー級の選手たちはみんな諦めるよ。その前にこめかみまでやられたのに。むしろドヘニーくらいなら打たれ強さはかなり優秀だと思う。倒れる覚悟で試合をしなければならない。プロが脳震盪でもなくボディを殴られて棄権したらそれが選手なのか。プロなら前が見えなくなるまで戦わないと。ナオヤの試合では珍しくつまらなかったね。ドヘニーめちゃくちゃ叩かれると思うわ。フェザー級に上がってこそ敵がいるみたい。フェザー級も圧倒すると思うけど、サウスポーに予想外に苦戦してたよ。わずかな優位で大きな印象を見せることができなかった。限界が見えるのかな。ナオヤのパンチ力はありえない。一人だけチートキーを使ってる感じである。クククク。ナオヤには歴史を書いてほしい。歴史上軽量級でナオヤより偉大なボクシング選手はいないようだ。日本ボクシングが羨ましいよ。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。お前らはストリートファイトは好きなのにボクシング選手はいなくね。あ、ひどい試合だったと。干渉だったと。相手完全に足に来てたね。
お前らのチャンピオンが井上とスパーリングやったらボコボコだったよな。なんで見てるんだ、こいつら関係ないじゃん。以前、畑山貴則を煽って 2RKO された恥さらしがどっかの国にいたよね。うんたら階級ってどういうこと？ C のいないんか？昔、警告ボクサーが薬師寺安江を試合前に煽っちゃって試合開始すぐにノックアウトされたね。誰だっけ、畑山にロープに1回転して叩きつけられて失神 KO されてたやっこ。お前らはなんで日本選手の防衛戦を見てるんだよ。全然関係ねえだろ。K の国内チャンピオンはスパーでボコボコだけどね。はい、というね、意見でした。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。